この番組はサラダ先春の光、人オフィシャル youtube チャンネルを金銭さんにお送りしますしずるかずまとフルーツポンチ村上のアーバンブルーラジオ,のラジオこのお相談は森東をキーステーションにお送りしていますどうも村上ですどうもかずまです じゃあ今日のチプもしかしたらちょっとやっちゃってっかもしれないんですけどいいですか以前にうん,なんか話してるああ<ー>ドーンとやったんだけど話してる流れで出て,てきてかもえうんまたそういう人にとってはもしかしたらあれ伏線だったのかみたいなふうに思ってくれればっていういやあの <laughs> 何周またいで伏線な, <laughs> なくない <あ>そ<う>なるほ今日今週の<や>もうあうあの時村上先生はあの時から実はもう考えてたんだ違うのよ伏線って大体当日に回収するよ <laughs> でもその貼った当日にでもちょっとだからそれだったらワンピースってほら1話にもう実はさなん,なんかい俺だから今のあれがあー、まあ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 ,まあ,、まあ、あるじゃんあれあれあれ、まあれあれあれっていうのはなんかその似たようなのが出てきてるだけであ,あ,、まあまあまあ 俺の場合は、そのそっくりそのまま前に出てきてる,る。<laughs> だか <ら S 1> も製でもう伏せて、何でもないかもしれない。だから,だから、うん、前に。り、ただの、かぶり <laughs>、はい。いや、でも、いい、でも、もう、結構。いいあれ。え、待って、見たこと、あれ。似たようなの。何個かない、それ。<laughs> ないないなあ,あ、それは、お、怯えるだけでしょ。 <laughs> あれそれおびピエールタキさんじゃなくて、おびきだけど知らなかった。<laughs> シャングリーなんかのシあったでしょそ,それじゃないです。それじゃシャングリーは彼女が笑ったじゃな,じゃなくて、もう一回もう一回。<laughs> え、待って、これ、用語が全然、はっきり言ってないね。まあまあ、そこではないんだけど、これ、まあ、ちょっとこれ当てれたら。

正直ちょっとやっぱこれちょっと飛びすぎかわ分かんないけど大きなことって言ったからもうちょっと人間としてちょっと終わっちゃってるからだからあれ以来変です。 あれ以来変ですね。あれあああれなんかあったんだ。なんかあって。わかんないけど。あああの洞窟から帰ってきてから。なんか見たんだ。なんかに触れたんだ。伝説のものに。ああ。あれ以来ショッキングに。あれ以来、ああ、いいね。ああ。あれ以来変です。あれ以来変なんで

もう37度ぐらいは言ってるじゃん余裕でだだってあれさまあまあでも,もうこれは嫌だな,な今言おうとしたけど俺<今>昔は昔はって俺もあんまり昔のこと言いたくないけどさ昔は32度とかっていうさ嫌だけどもうでもさすがにいやちょっと思い出したいどうだったっけいやマジで、うん、いやそんなこと言ったら俺が子供まず子供の頃どうだったっけ30度を超えるのも、うん 毎日じゃないですよね。いや違う一定期間梅雨が明けて8月のお盆過ぎるぐらいまでの期間のうちのポツポツツですよ、ね、いやそうだと思うだって俺さあれさ昔からさあっそうだよね決まってたえなんかそう俺さ決まってあれって何度とかあるよねそうそうだから俺なんとなく俺,、うん、俺これね、うん、俺の感覚だけど、うん、昔30度ぐらいで。 真夏日って言ってなかった。なんか自然に35五度ぐらいでなんか自然にあ三十五度は真夏日なんでみたいな。俺え？三十五なんか多分相当言ってないと思うよ。昔言ってないよね。いやでそれで言ったらそれで言ったら俺車とかバイク乗るからあれだけど、うん、え。 レギュラーガソリン、いくらでしたっけ、昔って。まあ、それはね、いや、俺さ。八十円台だすよ。そう,そうそうそう。俺高校の時、あのー、通学路、ガソリンスタンドいっぱいあったからさ。八十 <laughs> 円だって、なんかみんながみんなそれ安く。<laughs> <さ>そう。そうっだって、俺、なんか、あの、本当になんか、栃木かなんかで。八十九円とか。あった、あった、全然茨城八十円で、代でしたよ。今だって、百六十一円よ。まあ、それだって、もうしょうがないじゃん。一ドルいくらよ。じゃあ。あ いやそれですもうそうあっちょっとさ村上さんちょっとこ,うさこれこれさ、うん、あのちょっとえー、俺も初めて話すっていうか、うん、あのー、これど,どうかまあ俺が悪いんだけど、うん、なんかねえある。うん 名前言えないんだけどあるアーティストというか有名な人有名な人の女性なんだけどその人の旦那さんが俺仲良くてそれでんかそしたら連絡あってその人からで行ったのそしたら実はそのアーティストさんが T シャツを出したみたいな。 俺にはいつもお世話になってるからそのなんかその T シャツをあげたいって言われて「ああマジですかありがとう」つってでその人んち上がってでサイズえその旦那さんとは仲いいけどそのアーティストさんとも名刺系はあるのでそれで行ってでそれで T シャツこれちょっとあのえ も出出るんでちょっと計算もらってほしいんです。あマジで嬉しい。でその家上がってで合わせたの。でで XL はちょっとおっきいなってなってあじゃ L どうすか。で L 合わせてもらう。でしたら L が合う。あだいいっすね。でじゃこれくれるの。あはいどうぞ。ありがとう。で えば「お子さんいましたよね」あ一応子供用のもあるんですよ」でえマジで?」つってで子供用の1 2 0 c 百1 3 0 c m ぐらいをもらったの。で「ありがとう」って言ってそしたら「あ実はシャツも出すんですよ」っつって「えっ?」て「このシャツどうすか?」っつって「おいいねこれ」「じゃこのシャツもいいっすよ」っつって。 で、お、マジでありがとう」っつってでそれを持って帰ったので子供にも合わせたりとかで T シャツもらったんだって奥さんとかに言っててで奥さんにそのシャツ見せたのそしたら「えこれすごいいいじゃん」っつって「で私着たい」っつって「ああ本当に?」っつって「じゃあまあそれ伝えるよ」っつって奥さんがすごい好きだってことで奥さんが「 着たいって言って着てるって言うよっつって別に隠すことないしでそしたらそのシャツを見たうちの子供が4歳の子どあが「私も欲しい!」って言ったの。で「あ本当に?」っつって「あそういえば子供用もある」ってシャツもシャツもあるって言ってたのと思ってで「じゃあ俺俺ちょっと。 聞いてみるよ。ああ子供のありますかってでそれ,それでね、うん、あのまあまあいいかこれまあそうであってで、えー、その旦那さんに LINE したの子供も、うん、えー、欲しいって言ってるんだけど、うんえー、子供のシャツってあるっつって、うんうん、でそしたら「ああえー、ちょっと待ってください、はい、と奥さんに相談します」っつって。 であのでそっから2日ぐらい空いたのかなでその2日の間に俺のまた別の知り合いの人からマンゴーが届いたマンゴーは2個ね。でそれで俺1個食べてもう1個余ってんだけどこれその。 旦那さんと奥さんに T シャツとかもらったから「あのちょっとさマンゴー届いたんだけど一個だけそれいる?」っつって「あマンゴー好きです」っつって「じゃあ家まで届けるわ」って近いからでマンゴー届けに行ったのでその人出てきて家から「でこれマンゴー」っつって「ああありがとうございます」っつって「あ池田さん」っつって「あのお子さんのシャツの件なんですけど」実は そのなるほどなるほどいったら注文した人の分だけ作るっていう。ってことはもう数が限られててしかも素材も結構いいやつでだからちょっと奥さんがちょっとあげるのはちょっとできなそうなんだよね余ってたりはあんましないしねちょっとだけ俺ちょっと動揺しちゃったちょっとだけ。 その前のシャツがもらえたからでもそこは絶対出しちゃダメだからそれはダメだよそれは当然だよそうそうだから「いや全然いい全然いい」っつって「うんなら買うよ」っつってそう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 よで理想で言うともう先に言うべきだったけどねそのだからその時にあのえ 奥さんがあのいろいろ確認したらしいのよ。それで連絡できなかったみたいなまああって。で、でも、まあ、それ連絡なかったとしても、まあ、俺からしたら。それ買うっていう。じで、ええ、あのいくらって、俺聞いたの。さあ、七千円です。三秒ぐらい黙っちゃった。なんで、なんで。で。 何なせんかと思っっちゃってでそれでちょっと3秒ぐらい黙ったあに「うん、ああ払う払う!うん」って言ったら、うん、その旦那さんが「うん、いやそうっすよね分かりますよ。 つっていや違うの違うの違うの違う旦那さんの方はねあそっちが池田さんのそれ分かってくれる系そうそう分かってる分かってですよ分かってますかってカズマねカズマそういうとこあるよねっるほど。それはだ面白がってくれてるってことですよねそうでもこれって面白がってくれてるとはいえ俺事実として動揺しちゃったからわかるうんだからマジで違うそれ奥様には見られてない見られてないああはいはいオッケーオッケーでもそこで俺ちょっとねちょっとだけマジでくないのが マンゴーあげたなってちょっと思っちゃったちょっとだけ。<laughs> これ<さ>それは待って。それはなんて T シャツとシャツの分だもん。そう <laughs> そう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 。でもどの分とか関係ない。言ったら気持ちだからそんな。あれですよそのでもそうそうしょそうしそうしょ。そもそも言うとおよマジで。そもそもね。でそれでいやわかりますだからならな<ー>奥さんに、うん、あのあのもらえるか聞きましょうかって言ったから。うんうんうん 俺、あ、そこは貫き通さなきゃいけない。それはそう、当然そうですよ。は、なんでなんでなんで？う元々買うつもりだったよね。うそ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 う。な何個取って、こうこうこうだって俺は、子供が、欲しいって言ったから、そうだよ。その時ずっとニヤニヤしてんうん。だからあ、違う違う違う。ちょっと待って待って。あ、そう、まあまあバレてるけどね。まあバレてる。いいんだね。バレてるけどするべきマナーってあるから。バレてないバレてないバレちゃいるんだよ。もうとっくにこいつは金を払いたくない。 ただでしいただでくれるっていう向こうが言う隙間を残してるけどだよねそれはそれで結局ねまあ買うことにもちろん当然それはそこでじゃあいらないわとはこれが一番なしそれはやばいじゃんこれは一番なしでも俺なんでその止まったんだろうっていうのが。 まあでもそれはしょうがないよなでそっからあのえー、LINE で、うん、あのその、うん、もうその旦那から来る LINE が、うん、もうちょっといじってんだよ、うん、あのえー、池谷さんあのー、なんだっけなあのなんか LINE が来てて、うん、もうねもういや優しいんだけどねそれそうですよ、うん、それいじってくれるってめっちゃいい関係じゃないですか、うん、そうなのえっとね、うん えまあ俺が俺が奥さんに自分のねででえ旦那さんが「130があるみたいなんですよね大きさね」「なかったです」とも言えたんですけどそれって嘘つくことになりますしねすいません。 なるほどなかったことにしてお金払わなくて済むようにまであいい人だなでも俺そこも無視して「おっしゃ間に合ったじゃあそれ買うから取っといて」っい言って「おっしゃ危ねえ」っつってみたいなのがあってなんだけどなんかさこれさいざっていう時に多分出ちゃうじゃんまあ出ちゃういやだからそれが出てもいいような人間関係が作れてるからすげえいいじゃんまだねこれがそうういのは うん、気づいてるけどもやもやしながら持ち帰られるような感じでなんかこそこそあの人ってそういうの言うから今度からそういうのをもうそもそもあげるとか言うのやめようとか、うんうん、<laughs> なるのほうが一番嫌じゃん。うん、やっぱさあの、まあ、そ全てまあそうなんだけどやっぱリアルにマンゴーあげたしなってなんで思ったんだろうって。でもね 分かんないけど俺カズマじゃないからさでもカズマに関しては思うのはもうこれ諦めるしかなくないいや,いやでも無駄に無駄これささっきからさ「いやお前さカズマカズマ」ズマって言ってるけど、うん、えお前だったらどう、うん、いや俺は俺もすぐすぐいや俺も長ケチくんだけどうんそういやごめんそうだよねそこはでも俺カズマよりあのー、もう一歩いや二歩三歩もうねごめん先進んでるあのねそういう大人のだからこれは。 こそう村けんそうなのようんあのこれ俺これ村んが今日なんで話したのかっていうのは村んはケチじゃんケこれ別に俺ケチじゃんでケチさでは多分申し訳ないけど俺よりケチなの多分あうん下手すりゃそうでもこれさっき今言った大人としてのっていうそういうことここなのよそこにケチとかどうかじゃないのようん す<ー>結構世間的にする人間だから何 <laughs> か聞くけど世間的むちゃくちゃ世間的にするから、ね、これやったらその表情出したらかっこ悪く映るとかっていうのをすごい気にするから<ー>そこ意外とガード固いあいやそうか,か俺どっちかとでも安心してよ何があの池田さんの話俺どと聞いててわこっちだったら怖いな怖いよりモンスターだなと思ったあの分岐点があって7000円って言われた時に あこのシャツまあまあ想定ではあったのよその0円で最初もらったけどまあ追加の分はさすがに一番理想は池田さんがそもそも子どもの分っていう時にあこれはさすがに自分で買うんだけど子どものサイズあるっていうのが一番理想じゃんさっきバリア中のバリアまあでもそれはなかったとしてた時にその7,000円って言われた時あったじゃないですか。そこで でリアクション取っちゃったと、うん、の時の理由が7000円ちょっと高くて払いたくないなだったじゃないですかそっちの分岐点まだ全然良くてもう一方のやつがその下手すらもっと高いの結構そういうわかんないけど受注生産的な、ね、要はその大量生産されてないのって下手すら2万とかさ3万とかで子供うん、うん、まあ 大人と子供のシャツの値段の差が分かんないけどいた特注に近いもんやだ,、ねうん、だから下手すぎるやつ例えばこれが3万の可能性もあるじゃんはい、はい、の時にはい、はい、池田さんの中で三万ぐらいの想定してたけどそれでも俺はみ見,見えというか、うん、マナーとして買おうみたいなんなんならはい、はい、ただで一個三万円の分もらってんじゃん,からじゃんそうだね確かにねうん。うんの時にあの 3万と想定してた池田さんが7,000円って聞いたときにいや7,000円ぐらいだったらそっちで負担してくんねえかなって思ってたら怖いなって思ったああなるほどねあっそれはやばいねそれはやばいでしょいやマジでそれはない俺は俺は今びっくりしたその発想はびっくりしたいや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 俺俺俺ちょまマジでごめん今ちょっとだけびっくりした本当に 本当にそれは。マジで、これいじるとかじゃない、マジで。その発想、は今、マジ新鮮だった、本当に。マジで、マジで。だから、だったら怖いなって話。ああ、違うけど。話聞いててね。七千円ぐらいだったら、別に良くない。まあね、まあね。みたいな、んだったら、怖いなと思ってたけど。違ったから。そうね。安心した。いや、ごめん、ごめん、なんか、ふざけ。いや、このさ、やっぱ特別に。もらえるもの。これって。すげえ。 むずい,じゃんいやこのねもらうもらわないの、うん、関係性ってそうなんだよな、うん、もう今はなるべく本当に思わないけど、うん、やっぱり少しだけこう、うん、心の中でざわつくもん、ねうん、そのお土産とか買う時に、うん、で,でお土産をもらった時にさ、うん、嬉しいけどさ、うん、例えばここに。 1,000円のクッキーが置いてあるとするじゃん。で、まあ、何人かで分けるときにさもらう人たちってこれにさ、うん、1,000円買ってき分の、まあ、自分が食べるの1,000円分じゃないけど100円ぐらいだけど、うん、100円だとしても「100円分ありがとうね」とも思わないじゃないですか。とか思っちゃっ,った時に俺が1,000円のお土産買う時にその、まあえー、例えば何か仕事とかの人に自分がそこの。 どか地方行くことによって、うん、まあその日迷惑をかけたお礼とか、うん、まあご挨拶もあるよね。っていう時にまあ買ってった方がいいのは分かるのようん、うん、けど俺が1,000円のお土産買ってって、うん、もらった人俺が1,000円で買ったお土産以上の感謝ないだろうなってすげえ思っちゃうのよ。<laughs> <laughs> あーなるほどねまあでも理屈つあかる理屈つかんでしょ。 買ってくでしょ買ってく。買ってくし、うん、買ってった方がいいと思う。今は、あの、今、その、せめぎ、少しこう、今、買ってた方がいいが、買ってとか勝たせてる、今。<laughs> 今<う>結構え、<laughs> <laughs> ちょっと、今、<ょ>正直に話してる。ちとこの機会話しちゃうと、こっちが、この、買わなくていいだろう。別に、<laughs> 買わなかった。 お土産買ってこなかったことで俺の評判も下がらないしとかっていろんな買わなくていい方の <laughs> かるかる買わなくていい方税ののが全然優勢なんだけどああ今ね,今,ね今現在ね本来はね本来は、ね <laughs> うん、でもそれじゃダメだからここにガッって入れてこう継ぎ足しみたなのでぐっと思いじゃない買ってった方がいい思いをった社会性みたいな,な長さ足りないから無理やり <laughs> いや分かるよすげえ分かるって刺してる今ああ<ー>、うん、だからあのあ俺はでも、うん、その えー、差し入れ分の値段までは思わないっていうか、うん、普通に単純にいやこれもあるからえ分かんっないけいけいさんか変な使う時使うもんね、うん、そうそうそう使わないけど、うん、だから、うん、あのー、えー、あこれあこれ感謝され感謝されるのかなとは思う、うん、でも値段分のっていうのはね単純に <laughs> これこれ,これでも難しい話ねわかるよわかるけどねうん、うん、俺もだから 厳密にそこまで今は思ってないけど、うん、だい,あいい文化だなと思ってるよそのお中元なんだとかはいはいはいそうねお中元、ね、そのだから本当にその、うん、おにいい文化だなと思いつつも、うん、本当にすごく嫌いなのはそのしかもそういうのっていただいたからお返しでねうん、うん、当然ね,うんそうねなんで、うん、そのトントンで。 全然あるじじゃゃんんで普通に例えば金額とかわかんない細かいの分かんないけどいただいたしお返しだし言ったら気持ちじゃない差し上げたらでその値段とかもの以上のんかこうそういうことができる関係なんだよねっていうことを含めたらなんならもうみんなが幸せ半分。だからすごくいいんだけどなんかもらってその分はもらった時に嬉しいし得してんのに。 なんかその分のお返し買うときになんかもらわなきゃこれはこのお金使わなくていいのよかったのになってな,な,なぜか自分はもらったのに与える時だけ損した気になるっていうこ不思議な状態が起きてる,、うんるま、分かるよ分かるでしょ分かるえすっごい分かるだからさこれ極端な話ね、うん、もうすげえ極端よ、うん、例えば、えー、1万のものをもらった時と、うんうん、100円のものをもらった時の、うん、お返し、うん、ってさ 言ったらさ気持ちだったら、うん、極論ね、うん、いくらでもいいじゃん、うん、なのに向こうがあの1万円だったらあこれ買ってかなきゃいけない、うん、だけど100円だった場合うん円これでこれみ、ね、たいな感じになっちゃうじゃんあ<る>だから気,気持ちでもでもこれ、うん、これこれ極端すぎるのよこの話、うん、だから言ったらこれは金額で100円と1万は当然違うじゃんまあ、違う これが例えばえ五千円と一万とか八千、うん、円と一万だったらで,で変わってくるね人によって、うん、だこれも難しいなってだからそれで、ね、昔俺でもねあのあなるほどさすがだなと思ったのあのあのあのえあの,、えー、あのほら大阪のあの、うん、ほらえー、大ベテランのあの方。 えっと、上沼さん,上沼さんがの番組出た時にあ、うん、まあなんかそういう俺 <laughs> 僕ケチなんでみたいな話をしてる、うん、したことがあったんですよ。 で、それは当時もうだいぶ一分昔なんですけど、ええ。俺、ひゃ、ジュースおごってって言われるのが嫌いですみたいな話をしたんですよ。はいはいはい。で、それも今も言ったみたいな理論な、まあ、要は、要も、自分が分かってる、ケチってのは分かってるんだけど。昔よ、カナダとね、ハンニャ若のカナダの同期なんて、あいつってさ、ジュースおごって、なんか、い、いうイメージあるでしょ。そう、で、あいつがジュースおごってって言った時に、俺が嫌だって言ったの。うん。うん。うん。 別にお互いい金がない時ですよ嫌、うんはい、だって言ったらカナダが何かしてんだけど「うわめっちゃケチじゃん」って言ってきたからいやそ,そしたら俺が「うん、えおかしくない?うんうん」そうだねそのお前はおごってもらったらプラスしかなくノーリスクの状態でおごしかもおごってもらえなかったら俺をケチだってけなして優位に立てる」って、うん、お前「えそのジュースおごって」っていう。うん 人自体が得得しすぎてなないいみたいな、うん、い言ったことでその権利が得られるってね、うん、それはカナダとの関係だからそういうちょっと、うん、まあ強めに言ってるのもあるんだけど、うん、そしたらみたいなことを言ったらカナダがなんかすぐ「うわいや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 もう怖い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 !」。 ううんん分かった怖いみたいな話聞かないとね。そうそう。みたいなったなったみたいな話を上沼さんの番組でしたんですよ。そしたらまあ分かるけどそれってジュースだからあかんねんと。人におごるときはジュースじゃなくてうどんおごったら覚えてるかななるほどなと思った。覚えてるじゃん一生じゃないけどジュースっておごったところで誰もあり遊んだときありがとうしかないけどうどんっておごったら まあ、次の日ぐらいもごちそうさまとかって言うじゃん。だから、おごる。おごり方にも、こう。まあ、なるだろう。だから、えー、変な話。うん、飲み物よりも、食事の方が。なんか。うん、どうせ、うん、いや、金は、例えば。ジュース百円、うん、例えば五百円のものおごったら。うんうんうん それ500円の方が僕のお金としては損してるけど、うん、でもおごるのがすごく嫌なんじゃなくておごったらおごった分ありがとうって言われたいならジュースよりそういうなるほど例えばうどんとか牛丼の方がその見返りがあるっていうその感謝としての。でもさこれさ、うん、その1個恥ずかしいのがさ「うん、感謝としての見返りが欲しいんだったら」って言われてるじゃん。このさ そこはもうしょうがないもう諦めてるそういうそのもうサービス精神旺盛でもう人に振る舞ってさまあそういう粋な人に憧れてるけどまあ多分ななれいまあねまあまあわかるわかる。しもうそういうたまにニュースでネットニュースで誰かがさ番組にあのほら「ジョジョ苑の弁当差し入れ百食スタッフさんの分も百0 0食」とかって。 めちゃくちゃ。で、その人たちを差し入れとした,人たちは俺って偉いでしょなんか一言も言ってないのもわかん、ねねうんだよ。うん。だから素晴らしいんだけど、うん、そうやって称賛されてる時に、いやいや、金あるからだろってうううちょっとかるよ。金あるからだろっは思ってるけど、そんなことは言わない。<laughs> 当然。<laughs> 当然だよ。そ,その人、全く悪いことしないのに、なんで俺に嫌なこと言われなきゃいけないのって話。そうよ。まあ、金あるからですね。って最悪だから、そんなこと言ったら。思ってるよ。 <laughs> 持ってるけど言わない絶対それはいやほんとこれこれは俺もうでもさ、うん、ある一定の収入を超えたら、うん、もしかしたら俺のせ俺の性格変えることできるかももしかしたらもしかしたらもっと大盤、うん、いや変われないのどっちなんだろうねみたいねえその金額を自分が <laughs> うわっでて<も>顔いやできる じゃあノリ今ノリであるじゃんたまに池田さんが自腹でライブで賞金出すとかってそれってまあ面白入っちゃってまあそうねそうね正直マジの普通に振る舞いたい振る舞いたい振る舞った時にこうんかちょっとプルプルしちゃうプルプルしちゃいそうじゃなかなんかそのそう何かいくださいやでも村上これさいやこれ性格そんな変えられないと思うよ うん2,000万今より上乗せんとねプラス2,000万ね俺多分マジで性格変わると思うちょっとじゃあ今弁当差し入れしたまあだからもう自腹で何十万ぐらい使ってるよね100食分だからかなり使って20万とか下手すら使ってるよ1食一食分での時に俺があ 皆さんごちそうさまです。それ俺二千万今今二千万二千万プラス。えプラス二千万の状態ね。僕がめしジョジョエ弁当百食差し入れた。だからえっとじゃスタッフさんがいやどうぞ。皆さんごちそうさまですって言うから。うん。だからええしずるかずまさんからジョジョエの差し入れです。はい食べくださいどうも。あ、皆さんごちそうさまです。あいいえ全然全然はい食ってくださいはいああ全然何がいやえ今じゃん今のまんまじゃん。いや今は今やったあげようか。 で芝居こいてるえ今のあじゃ今今ののね収入待待っってて今今待ってその前に芝居こ芝居こくじゃんだってさそれはさってそれはさじゃ今の芝居こいてじゃなくて違う違う二千万のそうでそうでそだってそれはさ芝居だってみんなそれは芝居こくじゃんあだから違うだからそれが芝居こかなくなるまで行くかってそれが性格変わるってことじゃんだってに芝居こいでんだ確かに確から性格変わってんじゃなくてそう振る舞ってるだけだから

<laughs> なるほどねジョジョエ・ベンドのとこにいて、うん、<laughs> ああなるほどな <laughs> ジョジョエ・ベンドのとこにいてみんなが取りに来るのいて<笑><笑>あのなんら <laughs> その横のお菓子を俺物色してるみたいなふう <laughs> へえ<ー>こんなんあるんだみたいな <laughs> ああそうでございですっ,って <laughs> あはいはいみたいなあーいやまあねあーでもやっぱ変わ、ね、俺のこれ今やると芝居にはなっちゃうけどこれ言えたらちょっとかっこよくないっていうの2000万うんプラプラなんええ フルスマンチ村上さんからジョジョン弁当の差し入れです。あ、村上さん、あ、ジョジョン弁当いただきます。うまいっしょ。<laughs> <laughs> これでこれこれいけたらあ、それもう味の方によは。<ー>だから要はこう大きい方のうますこのディティールの方いってる。もう関係ないからその百食出したとかじゃなくてジョジョン弁当ってうまいっしょ。 やれたらいや確かに、うん、しかもうまいっしょってことは、うん、やっぱり何も感じてないわけじゃないっていう何か,のかあのちゃんとんそこから上り詰めたう昔うまかったっ、うん、昔食った時お金ない時、うん、うまかったっていう、うん、苦労してる感も出るから、うん、そ,うそ,うあそれでもい,いよ、ね、だからあっちはよくないよね。 みんな感謝してよみたいなまあいいけどちょっとそっちじゃないねいやそれはマジでやる人に感謝してよって言える人それはだから憧れ憧れがやって初めて初めて叙叙エンベント差し入れた人だよねそれが自分からボケでうされたら隠し「え俺から叙叙エンベントの差し入れで謝して感謝してあ お肉ダメなかったら魚もありまーす。い <laughs> <あ>いね。<laughs> <laughs> <laughs> いやーちょっとやっぱりこう <laughs> 難しいよ変わるっていうのはもう,いう、ね、俺的なさんからケチってのはもうなかなかこびりついちまってさ。しょうがないだだ俺らはそのケチなことで一応自分の流儀としてはそれで一応迷惑はかけてないつもり。まあ多分ね。うん。だから。うん。 確かにそれで7,000円って言われたら俺もいらないとかその人悪く言ってあんないうことじゃないからそうだねだったらもうギリギリ許してよそれはだから俺は本当に止まっちゃったっていうだけだよねそう本当にだから許してた聞いてる人その世の中の人いやこれ聞いてる人は大丈夫だったもんケチだったもんみんな世の中の人ケチ嫌いすぎるからいやケチな人嫌いすぎるから確かにね怖いんだよ 気をつける、気をつけてください。はい、というわけで以上、はい、フルーツポンチ村上でした。し千鶴、勝村でした。勝田さん。この番組は、さらば青春の光オフィシャルユーチューブチャンネルを新総長に、お送りしました。